チャオ、プリンスコーです。タロットの小アルカナはストーリー仕立てで簡単にマスターできます。応援します。今日はこのペンタクルの5についてやっていきたいと思います。前回そうですね、彫刻家の彼、成功して、ある程度地位を築いて、富を築いたわけですけれども、ちょっと固執しすぎたようです。彫刻家で成功した彼、ちょっとこう鼻につく態度で、周りにあまりよろしくない態度で接してしまったために、財産がどん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 なくなってしまいまして、このようにちょっとこう雪の中をこう気の向きままで歩くような経済状態になってしまいました。そうですね、考えさせられますよね。主人公としては、ずっと自分の信念に基づいて彫刻家としての道を歩んできたわけですけれども、何かが足りずこのような状況に陥ってしまいました。何かというのはやっぱり周りへの配慮ですとか思いやり、協調性ですね。主人公、そういったものが欠けていたために、一旦は成功を手にしたものの、このようにまあ裸し一貫とは言いませんですけれども、気の身気のままの状態になってしまいました。これがそうですね、逆位置でも状況は一緒です。逆位置でもやっぱり自分の成功にしがみついた末の転落って言ったらちょっとひどいですけれども、まあ前と比べればかなり低い状態になってしまいましたので、転落ですよね。ただですね、逆位置ですと、こうとぼとぼと雪の街の中を歩いて、ふと修道院、皮肉なことに自分がこの手がけたこの飾り付けをした修道院のところに通りかかりまして、ふと、見上げます。あ、そうだ、この修道院の、作品は自分が手がけたものじゃないか。で、逆位置の、彼は気がつきますね。そう、自分が一番花だった頃、修道院の仕事を取り付けてそのプロジェクトを成功させた頃、あの頃を思い出したようですね。気づきですよね。その自分がその原点、今まで頑張ってきたことに気づかされることによって、この困窮した、この落ちてしまった地位から抜け出す糸口が何か発見されたような瞬間です。逆位置ですと、そういうような意味合いがあると思いますね。そういった気づき、自分自身の過ちの気づきを非常に重視するカードですので、自分のその地位や名誉ですとか、そういったものにこだわらずに、周りとの状況を的確に掴んで、自分自身のこの本心の心の中を見据えて本質を見極めるというのが大切だよということを、このカードは教えてくれてると思います。ちょっとこの進行行く末不安ですけれども、さあどうなっていきましょうか。ちょっと興味がありますね。それでは皆様、次回ですね、ペンタクルの、6でお会いしましょう。それでは皆様、チャオ。